こんにちは、夏目あきです。今日はですね、皆さんにまだ報告をしていなかったんですけれども、先月ですね、ブーがちょっと亡くなったってことをツイッターでね書かせてもらったんですけれども、まあ、この流れならね皆さんもお分かりになると思うんですけれども、新しいハムちゃんを迎えました。その名もやっぱりブーということで、3代目ブーちゃんをお披露目したいと思います。はい、3代目ブーです。ブー結構ね、おとなしいタイプで、6月生まれなんですけれども、初代のブーと似たような感じの性格かなと思います。人懐っこくて好奇心旺盛で、初代の子の方が気性がどっちかっていうと人懐っこいけど気性も荒い感じですけど、この子はもうめちゃくちゃおとなしくてプニプニですねまだ若いので結構大きい手に乗せても嫌がらない、見ついたりしないようなタイプで、2代目の子は結構暴れてたんですけど、手に乗せたら結構この子はおとなしくて動きも2分目でそんなに暴れたりしないですね。あ、かわいいですね、うん、よいしょ、かわいいブーちゃん。でもこういう風に持ってもこの子は大丈夫な子で、まあ、そういうところも初代と似てて、まあ、ラッコ食べをねまたやってくれるかなと思います。2代目の子はあんまりそういうの好きじゃなかったんで、最後の方はね結構触れ合えたんですけど、この子は多分すごい懐っこくて初代に似てる雰囲気がもうすでにあります。もう下手したら初代の子一緒に寝れたんですけど、ちょっとだけ一緒にベッドの中で横になれるタイプの子かなってちょっと思います。裏返してもね大丈夫だから、手の中で寝たりしてくれるかもしれないですね。このでね、また寿命を全うしてくれたらいいなと思います3代目ブーです、よろしくね まだもう一匹みんなに言ってなかったことがあるんですけど紹介します。ポメラニアンのパンくんです。怖いよパン、パン、はい、ってことでうちはペットが5匹になりました。怖い、ペット5匹になりました。うさぎさんが2羽と、デグーちゃんが1匹と、ハムちゃんが1匹と、ワンちゃんが1匹です。ガブガブ まだ子犬で、この子も生まれて2ヶ月あ、3ヶ月ぐらいか。オレンジセーブルっていう色らしいんです。元気いいねパン、タヌキみたいな色で、まあ、大人になるとね色変わるかもしれないんですけど、ちょっと葉っぱ食っちゃダメ。来たばっかりの時はめちゃくちゃ困り顔でほんまにタヌキやと思いましたで、まあ、なんでパンちゃん飼ったかっていうと、まあ、ブーがね、まあ、毎回ね亡くなるたびにそのブーの意思をブーの意思を継ぐハムスターをね、同じ色で同じ名前でブーをねどんどん継いで、ブーを継いでくれるハムスターをね毎回探しに行ってるんですけど、その時にワンちゃんコーナーにちょっと立ち寄ってしまいまして、いつも 見るんですけど買うまでには至ってなくて、でもこのパンに限り他のケースのなんかワンちゃんとは違うこうアピールの仕方をしてきて、ケース越しにまあかまってたんですけど、もうじゃあもうバイバイって帰ろうとしたら、もうパンがすごい寂しそうな顔でコテってなるから、めちゃくちゃ気引いてきたやんと思って、そういうワンちゃん今まで見に行ってもまあ普通にね、そんな PR されることなかったんですけど、もうパンにすごいアプローチされたんで、じゃあ買うかと思ってついにワンちゃんを買いましたでまだ子犬だから、そのウサちゃんとかとはあまり遊べない
かなと思いますけど、まあ、まだ噛み癖もあるので、大人になったらうさちゃんともね仲良くなれたらいいなと思います。動物王国にプチ動物王国になりました。犬もウサギもネズミもみんないて、で犬を飼ってちょっと思うことは、もう結構なんかウサギとかハムちゃんとは全然あの訳が違いました。やっぱワンちゃん、あの実家でも飼ったことなかったんですけど、犬はね、パン、まず構ってくれなきゃ泣いちゃうしね、パン痛い。ミルクあげたりおかゆあげたりで、顔もすごいいろんな表情あったりとか、声もいろんな表情とかあるから、なんかあんまペットっていうよりもこう人間の赤ちゃんに近い、それぐらいこう人間に近い感覚がありますね。やっぱウサちゃんとは全然違いますね。どっちも可愛い、そのウサちゃんウサちゃんで可愛いいいところあるんですけど、やっぱ犬はもうガッてきますね。ウサギは結構放置プレイで好きな時にギュッて抱きしめて何々でしてっていう感じで、でまあトイレとかもね汚くなったら帰ってってやってたんですけど、ワンちゃんはもう常に構ってあげないと今はもう暴れるんで結構大変やなと思います。まだね散歩とか行けないんであれですけど、ワクチン最後まで打ち終わったらお散歩デビューもねしようと思います。でも小型犬なんで、そんななんかめっちゃ散歩毎日行かなあかんわけじゃないって言ってもらったんで、行ける時にね散歩連れてってしっかり育てようと思います。はい、ということで、ウサギのピー、ウサギのピオ、デグーのタロ、ハムスターのブー、ポメラニアのパン。5人家族ですもん、パン。はい、ワンちゃん、みんなによろしく。もう大興奮ですね。はい、ということで新しい家族も含めて皆さんよろしくお願いします。パン、おいで、おいで、はい、パン、みんなに挨拶してよろしくお願いします。